最初は詐欺かと思いましたどうやって私は騙されて自宅でパソコン一つでサラリーマンの月収以上を軽々稼げるようになったのかその方法をこの目で確かめてみてくださいプロ野球中日落合博満 GM の長男で4月に声優デビューした落合福明27がテレビアニメのアフレコを行った子供時代のわんぱく伝説とは対局の高青年キャラで登場し取材陣もびっくり 初めて見た生福明の好印象を社内で語ると、当時の彼を知る野球担当記者やカメラマンが信じられないと騒然。微笑ましい被害報告が山のようにあって、変わらぬ存在感を実感した。落合福明といえば、3歳の時、自宅のテーブルの上から放尿する有志が、テレビで全国放送されて以来の国民的ワンパクキャラ。松坂屋で札束をばらまいた、女子アナの胸を揉んだなどの悪道伝説から、報道各社の人事権を握っているという都市伝説レベルまで、ネタの多さはタレント化を負け。 本の記事データベースで福明と検索すると242件もヒットする異色のお子様だったそんな彼が27歳にして夢だった声優デビューを果たしアニメそれが声優のアフレコ現場を公開した興味津々でスタジオに入ると既に本人がスタンバイしており入ってくる記者一人一人をよろしくお願いしますと笑顔で迎えていてイメージとのギャップに驚いたどんな質問にも素直に答えたかつてのわんぱくぶりとイメージが違うとストレートに印象を伝えるとですよね 母と笑顔落合版の担当記者にやり、大放題だった子供時代を振り返り、僕は父や母と遊びたいのに、家に、いつも、新聞記者の方がいて、父を囲んでしまう。子供だったから、お父さんを返せという思いだったんだと思いますプロ野球中日、落合博満 GM の長男で、4月に声優デビューした落合福明27が、テレビアニメのアフレコを行った子供時代のわんぱく伝説とは、対局の高青年キャラで登場し、取材陣もびっくり。 初めて見た生福明の好印象を社内で語ると、当時の彼を知る野球担当記者やカメラマンが、両親のリアクションも語った。今まで、これという肩書がなかったので、母は声優なんです、うちのこと言えて嬉しいと、お祝いの食事会で泣いてしまって、父も涙をこらえて、プロとして、責任を持って頑張れと言ってくれました。27歳を取り巻く個性派ファミリーの光景は、ツッコミどころが満載だが、取材陣の中には、除血キャラで知られた信子夫人を知らない世代も多くいて、しんみりする人も。 悪道の全世紀から約20年。世間もすっかり変わっており、声優という新しい世界に踏み出すには、ちょうどいいタイミングにも思えた。とはいえ、こちらはスポーツ新聞社なので、社内には、歴代の落合版も含め、当時を知る野球担当やカメラマンがうようよいる。福明の記事のゲラ、構成すりガデルと、彼のキャラ編ぶりで持ちきりになった。一様に、信じられないと、ゲラに見入り、被害報告という名の学賞エピソードが出るわべるわ。ゲラは回し読みされ、 もっと詳しい状況が知りたいという同僚たちから質問攻めにあった。当時の野球担当やカメラマンの多くが、福明に、プロレス技やライバーキックを見舞われていることが分かり、苦労が忍ばれた。馬にされたは、まだ、言い方で、喫茶店で、女風呂で、落合記念館でといろいろな記者が、スレスレのエピソードを持っていた。落合版だった一人は、福明の高青年キャラに考えにくい。信じないと笑いながら、でも、計算して、わざと何かを演じるような人間ではない。 表裏がないから、素直に語ったのなら、学年通りに解釈していいと思う。福明が新聞記者の人たちにはよく遊んでもらいました。人付き合いを教えてもらったところはありますと言っていたことを伝えると、それは学年通りに受け取れないと爆笑。福明と当時の記者たちにしかわからない、不思議な絆があるようだ。肝心の声優力は、素人から見ても、何の違和感もなかった。何しろ、彼が合格したのは、数々のレジェンド声優を輩出した業界大手、青にプロダクションである。 アフレコではお会いできて光栄っす。という客の役と、1枚でも多く配るようにしますからというスタッフフリーの役を堂々と演じ分けていた。オーディションにも関わった、同社営業制作部の池田勝明部長は、あの福明君くんが、大人になったんだなとびっくり。天真爛漫で、イメージと全然違うので驚いたと好印象を語る。素質について、声の質はミドルのバリトン。個性的すぎず、表現力の豊かさがある。オタオタせず、堂々としているのもいいと評価し、声優が。 夢だったというだけあって、専門学校で2年学んで、努力を積んで、ちゃんと礼に思って飛び込んできた。福明の専門学校からは、70人以上がオーディションを受け、合格したのはわずか4人という。競争率約18倍の狭き門だった。将来は、アニメ、洋画吹き替え、ナレーションなど、何でもこなせる声優になりたいという。チンプレイ・コープレイの父の場面もナレーションしてみたいですね。確かに見てみたいので、いつか実現したら、アフレコを取材させてください。ネット上の声。 七光でも、それなり以上にできるなら、何も問題ないと思う。芸能の世界のコネなんて気にはしたくないけど、いくらでもあるのは分かりきってることだし。嫌いなのは、七光や事務所ゴリ押しで、素人目にも、下手くそな奴が出張ってること。青にプロは、すごい大手だと思う。名だたる声優さんが所属しているし、すごいな。ニュースで見たけど、ナレーションも、違和感なく入ってきたように思う。落合さんも、ガンダムマニアと聞いたことがあるし、父親としても、応援しがいがあるね。頑張ってください。 今の声優はイベントありきだから声に差がなければ当然落合の息子ってことで選ばれるでしょうね辛辣なコメントも多いけど一応ちゃんと専門学校も出てるわけだしいきなり主要キャラとかではなくモブ役からのスタートだし本気で声優で頑張っていこうというのならいいんじゃないですかこれからどうなっていくか楽しみですお父さんの世界とは全く違う世界に行ったのは正解だと思うよ昔からすれば親の七光でずっと生活していくものかと思ったけど今は自分でしっかり道を開いて頑張ってるみたいね こういうのを成長というのかしら。合格したのはわずか4人という。競争率約18倍の狭き門だった。落合の息子というだけで、アニメの宣伝にもなるし。実際に記事になってるから、いい広告等だね。もともと様々な方面で声がかかって、喋ることに関しては力あるなと思っていたけど、まさか演技までできて、しかもあそこまで上手いとは想像してなかった。勉強と練習を続けて、場数を踏んでいけば、その世界で食っていくだけの力は12分にあると思う。昔の伝説ばかりが先行しているけど、これほど、 他方面に、力を発揮できる才能の塊はケウだよ。すごいと思う。